こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日は前回のクリスマスリースの図案の描き方から描き写したこの図案、クリスマスリースの刺し方をご紹介していきたいと思います。 Hi everyone, I'm going to show you how to embroider Christmas wreath today. Let's get started now. 私は普段プードル刺繍を施した雑貨の制作販売をしています。早速今日出来たてほやほやのものがありますので、ちょっと見ていただけたら嬉しいです。ベリープードルの顔をバッグにこう大胆に施したポシェットとなります。で、このようなショルダー、革のショルダーですね、これがついていますので斜め掛けにもできます。で、中の方にはこのようなマグネットボタン、そしてポケットですね。で、こういう柄で、ちょっとこう冬なので暖かい感じのする雰囲気の柄がいいなと思って、こういうのを持ってきました。もしよろしかったら、インネやクリーマイーチさんの方で販売していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、それでは早速刺繍を始めていきたいと思いますけども、まずは3本取りのグリーン、今回グリーンは2色使うのですけども、まずはこの部分ですね、ちょっとくすんだ感じのグリーンで刺していきます。アウトラインステッチです。今日はハロウィン、10月31日なのですが、なんかもう気分はクリスマスですね。特にこういう刺繍なんかの作品を作りたい場合は、早めに用意されることをおすすめします。慌てないでいいですし、クリスマスのプレゼントなんかにもいいですからね。はい、そして、この部分ですね、この部分も同じようにちょっとカーブしてるんですが、もう一直線で行こうと思います。こうですね、この図案に沿って同じように、一直線で、このように刺していきます。で、こう円形を作った時のライン、そしてこういう風に刺してきました。で、この一つのところにまたこう添えていきます。自分の感覚で大丈夫ですので、気軽に加えていってください。後で足りないなと思ったら、どんどん加えていってもいいので、あまり肩に力を入れないで適当に刺してみてください。それぞれにこのようにして加えていきます。では全体加えていきますので、はい、加えてきました。今こちらで説明すると、この両脇に出ている部分に胸元に1、2、そして途中に1、2、そういうふうに加えていったものがこれになります。で、全体見て、もうちょっと欲しいな、この辺にも加えてみたいなと思えば、バランスを見ながら後で自由に加えていかれるといいと思います。私はもうちょっとこの辺り加えてみたいので、全体に見て、白いとこが多いな、寂しいなと思ったら加えていかれるといいです。どうでしょうか。なんとなくいい感じになってきたと思いませんか。はい、それではこのようにして、ここの部分、ここの部分刺し進めていきます。はい、ここまで刺してきました。どうでしょうか。なんかいい感じになってきましたね。この緑の色、何本取りか言ってなかったような気がするのですが、3本取りで刺しています。そして今度はこの赤、今回赤は2色使うのですが、濃い方の赤です。
これでリボンを刺していきます。リボンはサテンステッチ、まあ、ここはこう縦方向で、こちらは横方向、もうこういう感じでシンプルに刺していこうと思います。それでは縦方向のサテンステッチから今回3本取りと2本取りで刺していくのですが、ちょっとボリュームのある感じの場所は3本取りで刺しています。この赤いリボンは、まあ、よくあるようなこうベルベット状のなんかそういう感じのこう薄いサテンのリボンとかではなくって、まあ、冬場のクリスマスですからちょっと温かみのある厚みのあるリボンというイメージで3本取りで刺しています。今ちょっとコマドリさんにぶつけてしまったのですが、イギリスではこのコマドリ、まあ、ロビンと呼ばれているのですけども、クリスマスカードなんかにもすごく可愛く登場することも多くて、もう本当に国民的に愛されている可愛い鳥なんですね。特徴は何とも言えない丸っこいフォルム、そして胸のオレンジ、まあ、イギリス人の夫はオレンジじゃなくてレッドだと言うのですが、ちょっとあれですかね、色盲気味なのか私がおかしいのか、まあ、私はオレンジに見えますね。まあ、オレンジといっても確かにすごく濃いオレンジで、まあ、赤っぽいといえば赤っぽいのですが、本当に本当に鳴き声も可愛くって私も大好きな鳥です。それでは今度こちらの方、横向きにサテンステッチで埋めていきます。こうやって少し間が空いたら、またその間を埋めていかれるといいと思います。はい、こんな感じでずっと埋めていきます。はい、赤いリボンの方をこのように刺してきました。どうでしょうか？なんか雰囲気が出てきましたね。ワクワクしますね。それでは次はこのヒイラギ、こちらを刺していこうと思います。はい、先ほどのリボンと同じ赤、同じく3本取りですね。こちらでこのヒイラギ、ホーリーの実、こちらをサテンステッチで刺していきます。小さくても丸い形を刺すのは結構難しいのですが、まあ、ある程度修正できるのであまり難しく考えないで刺してみてください。一発で丸い綺麗な形を刺せるようになるのが私の一番の目標かもしれませんね。ということは未だできないということです。木の実なので何回も刺してこうゴロゴロっとした感じになってちょうどいいぐらいなので、まあこんな感じでどうでしょうか。はい、木の実の方を終わりました。はい、この緑はこのもみの木とは少し違って、もう少し明るめの緑、これ3本取りです。ヒイラギの葉っぱを刺していきます。
ラギの葉っぱはギザギザっとした感じなので、そのカーブした感じも出したいので、こういうふうにバックステッチで直線になってしまわないように、細かいバックステッチでこの曲線を表します。小さいバックステッチをここに加えて、そして残りこうシャープな尖った感じを出していきます。こうやってずっと輪郭を刺していきます。はい、輪郭の方を刺してきましたので、この真ん中の方も同じ3本取りで今刺しています。これもバックステッチです。はい、2本取りです。同じ色ですね。ここストレートステッチで葉脈を作っていきます。はい、ヒイラギの葉っぱ一つ出来上がりました。では残りの2つも同じようにして刺していきたいと思います。はい、ヒイラギの葉っぱと実もこのように刺してきました。はい、次は少し薄い赤、これ2本撮りで用意しています。ポインセチア風のこれを刺していこうと思います。ポインセチア風というか、まあ、一応ポインセチアのつもりですけども、ひし形の4枚の、まあ、これは花びらじゃなくて額なんですかね、ちょっとはっきりとは言えないんですが、まあ、花びらに見えるこの部分をこうひし形にサテンステッチで刺していきます。一番距離のある部分から少しずつ短く両方にサテンステッチで刺して形作っていきます。まあ、ポインセチア真っ赤な色が印象的なんですけども、リボンと木の実が真っ赤なので少し変化をつけたいので薄い色にしています。まあ、白やそれからサーモンピンクみたいな、そんなものもお花屋さんには並んでいるようですね。はい、まあだいたいこんな感じで、まあ、こうやって全部この色で刺していこうと思います。ポインセチアこのように刺してきました。もう一つあるのですが、こちらの方はちょっとアイボリーのような白っぽい色で刺していこうと思います。同じ2本取りです。はい、ではこちらで刺していきます。刺し方は同じです。アイボリーの方のポインセチアも刺し終わりました。それでは少しこの辺に何か加えてみたいと思います。銀糸の一本取りです。これを使ってこの赤いポインセチアの方にちょっと中心にこのようなステッチを加えようと思います。ペケペケをクロスさせてこのような感じで、はい、ひと手間ですね。ちょっと華やかになりますね、こういうのがあると。こちらは金糸の一本取り、これを使ってこの白い方に、こちらはこの縁をですね、縁をこういうふうに囲っていこうと思います。アウトラインがくっきりするので
可愛くなると思います。まあ、生地と同じ色なので余計に分かりにくいので、こういうのがあると分かりやすくなりますね。華やかにもなりますし、こういうアイデアもぜひ試してみてください。で、囲った後、ここにフレンチノットステッチを一つつけたいと思います。金糸や銀糸でフレンチノットステッチ、ちょっとやりにくいのですが、1、2、3、しっかりとここを止めてゆっくりと引いていきます。はい、このように中心部可愛くなりました。はい、再び金糸の一本取り、これを使ってこのベルの部分、これをこう縦方向にそれぞれ刺していこうと思います。金糸銀糸のサテンステッチというのもまあちょっとやりにくいのですが、何事も挑戦、試してみられるといいと思います。存在感がありますのでね、とても作品が豪華になります。はい、ここまで刺してきました。ちょっとこの辺にまあ小さなステッチを加えて、ベルの雰囲気をですね、ちょっとこう横に何ステッチか加えて、ベルのくるっとなった雰囲気をちょっと出しておこうかなと思います。で、一通り終わったのですが、そうですね、ここの白い空間、ここに少しグリーンを足しておこうかなって思います。白いのも変だから少しグリーンで色を入れておこうかなという、そんな感じです。適当で大丈夫です。はい、こうやって見るとこの辺も寂しいな、あこの辺もって感じがしてくるので、そういうとこを見つけたらまた何本かストレートステッチを足してみてください。だいたい流れに沿ってですね、あんまり違う方向で加えてしまうとなんとなく違和感が出るので、これぐらいにしておきましょう。そしてこちらの方もここから続いているような感じで、こういうふうに、そして両方にストレートステッチを加える。これで随分馴染んできますね。はい、どうでしょうか。あとは気になるところはないかなと思って見てみます。そうですね、まあこれでいいとしましょう。で、最後にもう一つだけ加えておこうと思うものがあります。この銀糸を使って加えていきます。私の特にリースの刺繍動画をご覧になった方は、あれだなってもうお気づきの方もいらっしゃるかとは思うのですが、キラキラを加えていくんですね。最後にちょっとバランスが悪いですよね。なんかここら辺ちょっとこう空いている感じがするし、ここは飛び出ている感じがするし、こういったところのバランスを埋めていきます。まずこの辺に、キラキラというのはこう銀糸などを使って米印、十文字を作って、でこの斜めにまた作る、こういった感じのものを足りないなって思う部分に加えていきます。はい、一つここ加わりましたね。ここにも加えておきましょうか。このキラキラも、いくつかのデザインがあるのですが、今日は
ラスを2つ組み合わせる形です。まあ、ここにもちょっと加えておきますね。こうやって皆さんだったらどこに加えるでしょうか。はい、このようにキラキラ加えてきました。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8 で、ちっちゃいの9、全部で9個でですね、こういうもみの葉っぱの間にフレンチノットなので、ポチッポチッポチッと、まあ赤でもいいんですけど、赤いっぱいあるのでどうかな、白なんかでもいいかもしれないし、まあ、それこそゴールドでポチポチをつけていっても可愛いのではないかと思います。いろいろ工夫して素敵なクリスマスリース作ってみてくださいね。それでは今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ちましたら、いいねボタンやチャンネル登録などもお願いします。今後の動画制作の励みになります。ぜひクリスマスの準備にお役立てください。Please subscribe to my channel if you like. I'll be so happy. See you soon. Bye. それでは、さようなら。